のお次なんですけど、はい、よくインナーマッスルとアウターマッスルって言葉を聞くんですけど、はいはいはい、これって何なんですか？そうですね、まあ、簡単に言うとですね、まあパワーを出す筋肉と、はい、支える筋肉、力を出す筋肉と支える筋肉、支える筋肉、はい、維持しなきゃいけない筋肉ですね、はい、でパワーを出す筋肉がアウターマッスル、パワーを出すのがアウターマッスル、はい、で維持しなきゃいけない、支持しなきゃいけないってなるのがインナーマッスル、インナーマッスル、役割の違いはその、ああ役割が全然違うわけなんですね、はい、なるほどなるほど、このよくなんかインナーマッスルを鍛えましょうみたいな、はい、最近項目って出てるじゃないですか、はい、これって鍛えた方がいいものですか、インナーマッスルっていうのは。そうですね、鍛えた方がいいですね、やっぱり、うん、体幹って、体幹って言うんですけど、あ、多分聞きます、あります、体幹、体幹っていうのは幹って書くので、はい、体の支えになってくれるものなので、うん、それがだんだんこう、まあ年取ってきたりとかすると、はいはいはい、どうしても落ちちゃうと、やっぱり支える筋肉とパワーを出す筋肉と役割が変わっちゃったりするんです、パワーを出す筋肉が支えちゃったりとかするようになっちゃうので、インナーマッスルが全然働かない状態が働かない、弱っちゃうっていうのが、はい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 、なっちゃうと、いろんな症状が出たりとかもしやすいんです、ね、あ、なるほど、支えられなくなったり、支えられなくなってきちゃうわけなんですね、はい、崩れてきちゃったりとか、逆にじゃあアウターマッスルの方は、はい、筋トレとかで鍛えられる筋肉っていう、はい、鍛えやすいと思いますね、鍛えやすいと思いますね、はい、表面じゃなくて、はい、内側っていうのはやっぱ鍛え方っていう、はい、あるわけなんですね。そうですね、どうしてもこう一緒に使わなきゃいけない筋肉なんで、インナーマッスル単体で使うのってすごい難しいと思うんです。ですね、体幹とかもすごく難しいって聞くんですよ、はい、よくインナーマッスルのなんか鍛え方、はい、おすすめとかってあったりするんですか？うん、そうですね、ほんと1個でもいいんですけど、まあ、おすすめですね、まあバランス感覚の筋肉なので、うんうん、まあ、バランスボールに乗ったりとかっていうのが一番シンプルだったりとかします。あ、なるほど、ってことはもう姿勢とかにも関わってきますよね、はい、今だとトランポリンとかもあったりするじゃないですか、はいはいはい、あれでこう体支えたりするのは結構インナーマッスル使えてるとは思うんですね。インナーマッスル指導とか確かにあったら姿勢が関してはいいと思うんですよ。そうですね、まあピラティスとかヨガとかいろいろありますけどね、まあ、うんうん、でも結構難しいかなと思う部分が多いと思うので、はいはいはい、シンプルに言うとやっぱバランス感覚っていう、バランスのトレーニングしかないです、ね、なるほどなるほどなるほど、分かりました。じゃあインナーマッスルもアウターマッスルも平等に大事なんですけど、はい、インナーマッスルは確かに本当大事だろうなとは思うんですよ、はい、ひしひしと。そう、お次なんですけど、年齢が結構上の人が多いのかな、うん、だんだん加齢とともにギターが早く弾けなくなってきてますみたいな場合って多いんですけど、うん、僕いつも早弾きって反射神経ですよみたいな話をしてるんですよ、動体視力と反射神経ですよみたいな話をしてるんですけど、これって何か結びつきあったりするものなんですかね。あ、反射神経ですね、やっぱどうしても使うってなると、なんかそうですね、速筋とかっていう言い方とかもあるんですけど、はい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 、早く動く筋肉っていうのをなるべく鍛えてあげるだったりとか、うん、あとはやっぱどうしてもでも難しいところありますよね、反射神経って、うん、どうやって鍛えたらいいんだろうとか。そうなんですよね、はい、反射神経の鍛え方って本当に難しいなと思ってて、はい、そう、要はね、80歳ぐらいでボディービルダーやってる人もいるわけなんですけど、はいはい、そう、筋を鍛えて、はい、そう、反射神経っていう面に関しては、うん、本当中でも積み重ねも大事なのかなと思うので、うん、やっぱりやり続けるのが大事ですよね。そうですね、そうですよね、まあ、動き方とかっていうのはやっぱりこう正しい正しくないとかってあったりするんで、うん、気づいたらそういう悪い使い方をしてたりとかっていうのが多かったりする。あ、そうですね、悪い使い方も、ね、押す機会とかも必要になってきますよね。そう、そこで、はい、お伺いしたかったのが、はい、ギタリストの、フォームというか、はい、姿勢についての、はい、話になってくるんですけど、はい、よく結構その、教本とかから昔から言われてるのが、うん、もう本当背筋伸ばしましょう、はい、みたいな、でちゃんと胸は張りましょう、はい、でこうちゃんと頭ヘッドが下に浮かないようにして、
こうちゃんとこう持ちましょうみたいな、こうなると僕も全く左引けないですよ、めちゃめちゃ綺麗には見えますけどね。そう、はい、もうめっちゃ綺麗な姿勢なんですけど、これから得点が動かないで引けないんですよ。そうなるじゃないですか。でもやっぱり家で引いてるともうこんな感じになっちゃうので、はい、こうやって楽な格好になっちゃうんですよ、はい、でまあ姿勢のあって多分その人それぞれなんですけど、うん、はいはい、やっぱ一番大事な項目なのかなと思って、うんうんうん、やっぱその人のそのギターを形成する面なので、うん、やっぱりあのちゃんと一回見直した方がいいんじゃないかなと思ってまして、あ、はいはい、そうそう、そもそも、うん、まあ、どっちがいいか理論っていうのはあるので、うん、どっちがいいっていうのは一概には言えないとは思うんですけど、はい、多分一般的な人はこう右足に乗ってる、うん、で僕みたいな人は左足に乗っけたり、はい、あの組む人もいるんですよね、はい、よく見ますね、そうそうそう、はい、足組むのってどうなんですかね、あ、よくこう足組んでギター弾く人結構いるんですよ、はい、ちなみに僕足鍛えすぎてもう組めないので、はい、あれなんですけど、そうです、だめだから組めなくなっちゃったんです、はい、それがいい方向にあるんだ、そうそうなんですけど、はい、この足組むっていう人結構多いですよね、はいはいはい、やっぱりやっぱでもダンスってやっぱ2番目重要じゃないですかね、そうですね、かっこいいとかってもあるし、かっこいいっていう面では多分足組んで右足が、はいはい、まあそれがこういうフォームか、はい、足組んでるフォームが一番かっこいいとは思うんですけど、これ結構人によっては肩に組んじゃないかなと思って、はいはいはい、僕はなんですけど、うん、今結構肩にテンション、首、はいはい、首筋が結構痛いんですよ、はいはい、こうすると、はい、長年やってないからかもしれないですけど、うんうん、それで導き出したのが結構こっちのクラシックフォームにすると、はい、僕の場合だとこうなってるんですけど、はい、上に向いて、はい、やっぱりちょっとあのフォーム見てて、はい、少し上気味の方がいいんですかね、はい、って見てて、はい、なんかこっちよりはこっちの方が右肩、うん、ここがなんか結構平行になる気はするんですよね、うん、すごく無理してるとやっぱりそのどっかに不調が出てくるとは思うんですよね、うん、だからその人に合ったこの姿勢だったりとかも重要なんですけど、まあその肩がやっぱり、まあ、なんていうんですかね、こうねじれてるっていうんですかね、あ、こうねじっちゃってるとか、これもねじるじゃないですか、あ、そうですね、ねじってますね、ねじっちゃってるのでストレスは結構多いんですよね、うん、うん、なるほどなるほど、まっすぐではないというか、あのやっぱこう使い方としてはちょっと違ってくる部分もあるかもしれないので、はい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 、これ長年やればやるほど結構蓄積していくと思うんですよ、うん、はい、イタリスト病みたいな感じで、僕もそうなんですけど、左肩にこうストラップ乗っけるので、はい、ずっとなんか左肩が落ちていったりとか、うん、する感覚があって、はい、結構これ長年悩まされてる人多いと思うんですよね、はい、それがもう今度肩こりになったりとかする場合もあるんで、はい、そういうのも整体院とかで見ていただける、あ、まあ、そうですね、むしろそういう姿勢とかですね、使い方とかも、見てる感じはすごいあります、やっぱりあれですよね、一回ギターを持って整体院に行って、はい、一回こう見てもらった後に、はい、フォーム見てくださいっつって、はい、それも整体院で可能なんでしょうか、あ、もう全然大丈夫ですか、はい、すごい、これは新しいですね、むしろ分かりやすい、ぜひ持ってきていただいて、ギターも形も違うじゃないですか、はい、その人によった形っていうのがあるので、はい、多分弾きやすいフォームって絶対その人それぞれ違うんですよ、うん、はいはい、それって一回絶対見てもらった方がいいと思うんですよね、そうですよね、正解がないからこそ、その人に合ったねこの使い方っていうのを指導できればなと思うんです、ね、あ、はい、それはいいですね、はい、これはもう僕が指導していただきたいですね、はいはい、ありがとうございます、はい。